ニコライ・コンスタンティノ・ビチ・リオリフはドイツ系ロシア人の画家。美術界と放送界で訓練を積んでおり、文学や哲学、考古学に関心を寄せた知識人でもあった。一般的には、ストラビンスキーの春の祭典の着想、構想、舞台デザインに関わった美術家として名高く、しばしば音楽史においてドイツ語名のニコライ・レイリヒで言及されている。 サンクトペテルブルクで裕福な交渉人の家庭に生まれ、世界各地で流浪の生涯を送った後、インドのパンジャブで最後を迎えたコスモポリタンである。トベー語は英語風にニコラスと名乗った。イェレナプジントモドも新知学の同志として活動し、共同でアグニオーガ教会を設立した。息子のユーリリョーリフはジョージ・ディレリックの英語名でチベット学の研究者となり、 息子のスビアトスラフは、画家、建築家となった。海を越えてきた、客父親コンスタンチン料理夫は、スウェーデン系とラトビア系の地もを引くバルトドイツ人、母親マリア料理夫は、旧ク系タタールロシア人。風景画家、アルヒープックインジの門人。青年時代に、ウクライナやウクライナ文化と、密接なつながりを持ったことから、タラスシェフチェンコやゴーゴリ、ミコラ、 コストマロフラといった同時代のウクライナの芸術家や知識人の影響を受けており愛読書がコブザルの詩であったことをレイリヒーは認めている。初めて学んだ絵画教室はシェフチェンコが入ったのと同じ教室であった。のスケッチは1903年から1906年の間にかけてキエフで制作され、1910年には名高い。 ペチャルシクラブラチクのトロイツキー大聖堂のためにモザイクも制作している。デイリヒはストラビンスキーの春の祭典のための舞台デザインも手掛けており、古代の異教時代のルーシをモチーフにしており、当時あまりに革新的であったデザインに多くの反響を呼んだ。このバレエの1913年のパリ初演は賛否の分かれる大騒動を引き起こし音楽史上の画期的な事件と、 なったが、上演が成功するにせよ、スキャンダルに終わるにせよ、ストラビンスキーの音楽や、バーツラフ・ニジンスキーの振り付けとともども相まって、レイリヒのデザインが重要な要素となったのである。1920年に最初のニューヨーク入りを果たす。夫妻ともども、米国中を回った後、ニューヨーク市に今日構え、美術学校を設立する。様々な新地学協会に加入するうち、宗教活動が、 レイリヒ家の生活を支配するようになる。レイリヒ家ニューヨークを後にした、レイリヒ家は、長男ジョージとその友人6人と共に、5年計画でのレイリヒ家のアジア探検に赴いた。レイリヒ自身の言葉を借りると、シッキムから始まり、パンジャーブ、ラダック、カラコルム山脈ホータン、カシュガル、コラシャー、ウルムチ、エルティシガワ、アルタイ山脈オイロート、中央合尾、 監縮省、サイダム盆地、そして、チベットへの探検旅行であり、途中、1926年に、シベリアからモスクワへ寄り道する予定であった。探検出発後、1927年夏頃から1928年6月までの約1年間、レイリヒ家との連絡が途絶一家は一時行方不明となった。レイリヒは、チベットで襲われ、 我々は銃を持っていたので流血の惨事は免れたが、チベットのパスポートがあったにもかかわらず、チベット当局は強制的に探検をストップさせた。レイリヒケは、チベット政府により5ヶ月間拘束され、その間わずかな配給食料と氷点下でのテント暮らしを強いられ、一行のうち5名が死亡した。1928年春、チベット退去を許可されたレイリヒケは南を目指して歩き、 インドで研究施設、ヒマラヤ研究所の職員に保護された。レイリヒは、チベットにあるとされるシャンバラについての思想を展開し、後にソ連とアメリカの和解と、心霊的な世界連邦樹立を目指して活動した。1929年に、レイリヒは、パリ大学によって、ノーベル平和賞候補に推薦された。平和についての高い関心に基づき芸術と文化の、 国際赤十字となることを目標に掲げたパックスクルトゥーラを創設。この文化保全活動を通じて1935年4月15日にホワイトハウスにおいて全米州連盟に加盟するアメリカ合衆国と20カ国の加盟国を文化財保全を目的とした初期の国際条約であるレイリヒ条約調印に導いた。当時の合衆国副大統領ヘンリー・ A ・ウォレスは レイリヒの最も近しい理解者、追随者であり、1940年の大統領選挙の際には問題として取り上げられた。1934年5月には息子ジョージと共に日本を訪れ講演会などを行った。レイリヒの芸術作品は主にニューヨークにあるニコライ、料理府美術館に収められている。またレイリヒの唱えた 新知学の教えを広めようとする団体も多数存在する。絵画作品は、モスクワにある国立東洋芸術美術館料理フ館と料理フ、国際センター、サンクトペテルブルクの国立ロシア美術館、トレチャコフ美術館、ニジニノブゴロド美術館とノボシビルスク美術館、インドクールバレーにあるレイリヒホールエステートのほか、大型作品はラトビア国立美術館にも所蔵されている。 ニコライと妻ヘレナの魂の遍歴については近年刊行されたニコラスヘレナリックザ・スピリチュアル・ジャーニー・オブ・ツー・グレート・アーティスツピース・マエーカーズという書籍がある。またジャクリーン・デクターによる電気メッセンジャー・オブ・ビューティーケネス・アー・チャーチョニコラス・リックイースト・アンド・ウェストジョン・マッケニンによる学術論文や雑誌ロシア・ライフへの寄稿。 サーチングフォーシャムバラなどがある。後の研究で、レイリヒは、チベット、モンゴル、中国、ロシアの一部からなる新しい国家を創設しようとしていたことが分かった。妻エレーナはそうした国がいかにして、ニコライ・レイリヒによって統治されるべきかを詳細に、綴った本、ザ・リーダーを表し、後にグレブ・ダ・ロビチェブと、ガート・ウィルソンによってロシア語から英語に翻訳されている。 ありがとうございます。